キャプテンが先頭で大きく仲間に声をかけました。さあ泣いても笑っても残り90分、それをまあやらせていないというのが広島ですから、はい、この2時間帯の中でチャンスを、ね、作り出したいですね。青山のクロス、逆サイド、うん、先制藤井、 J 初ゴールを決めました。前半意図、どこのスペースを狙うのか、そこが、ね、きっちりあったシュートになりましたね。青山の完璧なクロス、やはりいいところ見てますよね、シュート。そしてできれば勝たなければいけないという状況ではあります。ただ1点ビハインドとなりました。早い時間帯で得点動きましたからね、はい、この辺はある程度こうお互いゴール前のシーンというのは、また来た、中央、今度はエゼキエール、立て続けに2点。ここでも藤井ですか、やはりこの辺のスペースを与えてしまう、ここで簡単にまずかわされたのが一つ、クロスに対してこのシュートは、本当にこうコントロールの効いた素晴らしいシュートでしたね。電光石火、藤井智也。さあキッカー柴崎、次はどこを狙うか。ニアサイドフリックして、ここも押し込んでいきました、またエゼキエウカ。この前でうまくすらされるとね、やはりディフェンス対応なかなかできない。を一つ残したい、まずは1点という徳島。下が右サイド駆け上がって運んだボールを宮代から垣田へ、後ろからシュート、決まった、岸本、1点返した徳島、鮮やかなゴール、やっと笑顔が出ました、岸本たける。すごくこうリラックスしたというか、うまく力を抜いた中でミートしましたね。抑えの効いた完璧なコースでした、岸本2試合連続ゴール。ちょっと今この時間帯は見られないのかもしれません。さあ高い位置で柴崎奪って、こぼれ球、さあどうだ、シュート、浅野のシュート、ディフレクション、そのままゴールネットを揺らします。再びリードを3、取り戻しかけた勢いでした。しかしここでまたしてもここを奪ってすぐさま奪い返します、西谷、ね、中に入った宮代、宮代から縦へのボール、青山が引っ掛けます、バケンガから岸本のクロス、バケンガの上、さあこのこぼれ球、藤田ジョイル折り返して一味、また1点返しました。向けてまだ諦めていません。いや素晴らしいですね、まず岸本のまずフェイクの中で右サイドを突破した、このやはり1対1の部分のところでまず先手を取りましたね。最終的にゴール前に人数拾うのは藤田ジョイル千葉、激しいプレッシャーは広島の選手たち、そして今今シーズン徳島ヴォルティス J1 2度目の挑戦が終わりました。やりうまい、ラッサンサカイナカップ Like, Subscribe, Push Notification Like, Subscribe, Push Notification